ボートレースダルトの SE 第25回オーシャンカップですが、いよいよ準優勝戦の時を迎えました。唯一切符は6枚、まずはこの2枚が決まることになります。それでは最初の準優勝戦第10レース対戦メンバーです。1号艇は岡山支部の茅原優希、2号艇は佐賀支部の峰龍太、3号艇埼玉支部の桐生純平、4号艇福岡支部の西山隆弘、5号艇兵庫支部の魚谷智之、6号艇は1支部杉山雅樹、以上のメンバーで行われます。予選道中2勝マーク、的確にまとめて、そして鋭いコーナーワークを見せつけた1号艇貝原。その貝原、予選3位でこの準優勝戦の10レースの1号艇を手にしました。予選3日目の6着は予選2日目の6着はありましたが、その後すべては船券に貢献しています。峰龍太がこのレースは2番人気、桐生純平がスローの3コースに合流で粘りのレースを連日見せています。4号艇西山が角4コース、こちらも安定した着取りを残した5号艇魚谷が5コース、そして昨日は2着に食い込んで準優進出を決めました杉山雅樹が大外6コースです。準優勝戦第10レース、進入はインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。好スタートインから1号艇貝原、2コースから2号艇峰、峰がスリットから伸びてきます。一周の1マークですが、まずは先に待っていくのは1号艇貝原、2コースから刺すのは2号艇、手が浮き上がったのは峰、外に切っていったのは4号艇西山、内をついたのは3号艇桐生となりまして、後方は5号艇の魚谷、6号艇杉山となりました。接戦の2番手争いとなりそうですが、押し切りました。1号艇貝原先頭、3艇身リード。第10レース準優勝戦はスタート正常です。内をつく、攻めてくる4号艇西山、後ろにマークの旋回、握っていくのは2号艇峰龍となりましたが、丁寧に待っていった4号艇の西山高弘、打ちをついた、さばいてきた3号艇桐生純平です。先頭は1号艇貝原、2番手追走、3号艇の桐生が優勢、3番手は外は2号艇峰、インコースは4号艇西山、接戦の3番手争い。レースは2周1マークの旋回です。1号艇貝原が押し切りました。2周1マークの旋回からバックステージ、握って出ていく4号艇西山高弘、西山攻めていく、踏ん張った3号艇桐生、打ちをついた2号艇峰となっていますが、2番手争い、今度は3号艇わずかに優勢、桐生純平、打ちをついた2号艇峰、アウトコースは4号艇西山なんですが、今度は2番手の3番手の定冠、2艇審査。レースは西のマークの旋回です。独走ぶっちぎりました1号艇から、焦点は2番手の攻防、西の2マークの旋回、先に待ってくる3号艇の桐生純平、西の2マーク、こうして内をついて4号艇、バランスを崩した2艇が、この間に内をついた2号艇見るが、単独2番手の負傷、3番手に交代、4号艇の桐生西山隆弘、上路だけ現在は1位の体勢変わりました。レースは最終周回の1マークに向かいます。1号艇先頭貝原が最終周回1マークから最後のバックステイ、切り返す4号艇西山、外かわす2号艇峰なんですが、かわしていって単独2番手は2号艇峰が単独2番手キープ、3番手落ちをついた3号艇の桐生、上路大輝は現在は1、2、3の体勢か1、2、4の体勢か、最後のバックステイの力、ラストターンマークの旋回に向かいます。2着から大混戦ですが、その中抜け出した2号艇峰が単独2番手、先頭は1号艇貝原、人気に応えました。2番手は2号艇峰が単独2番手、2周2マークで取り切りました。3番手は3号艇桐生がわずかに優勢で、3連単1、2、3は 8.4倍、まもなくゴール、先頭1番の貝原が5輪、2番手は2番の峰が5輪、3番手は3番の桐生が5輪、4番西山5輪、6番の杉山5輪、ラスト5番